イスタート。人気ハクスラゲームディビジョン2の TF を。よし、じゃあ始めるぞ。解説は24歳、エージェントです、の木村がお送りします。先に言っておくと RTA の方は海外2機が1人走っています。概要欄に載せておきます。キャラメイクはこのままがかっこいいので。うん、バッチリだぜ。計測開始は動かせるようになってからです。じゃあ行くぞ。しばらく走れないので歩きです。リリース後と比べて現在の序盤は少し変更されています。スパークやビジランスが追加された TU7 だっけ？あの辺から武器を最初からメインとサブで持てるようになりました。それまではホワイトハウスの補給係で解除でしたからね。ここの敵は体力が少ないので水取り感覚で殴りましょう。まあショットガンの弾がちゃんと当たれば一撃ですけどね。外してんじゃねえよバーガー。相談数は少ないのでこまめなリロード。デラクルスがダウンする位置まで移動。おい、チンタラやってんじゃないぞ。少しでも経験値稼ぎ。ここに来るべきじゃなかったな。右上にチュートリアルって書いていましたが、ディビジョンにはレベル30までがチュートリアルって言われています。要するにハクスラはそこからが本番ということです。 DLC のニューヨークも買うとさらに幅が広がります。悩んでいる方はぜひ購入しましょう。しかし問題なのは PS4 の容量でしょう。 DLC 込みで約 110GB 以上あります。私は 500GB のポンコツくんを使っているので外付け SSD をつけました。この先もアップでなり追加コンテンツで多分増えるので、SSD があると全然違うでしょうね。毎回バグを直しても何かしらバグを起こすマッシブくん嫌いじゃないよ。ホワイトハウスが襲われているので助けに行きます。チェックポイントはこのモードにおいて意味は全然ないです。今更ですがゴンゴは英語で字幕を日本語にしています。これは単純に私が字幕派だからです。映画の洋画は字幕で見たいよな。今回は敵をスルーして物資を少し取りに行くルートにします。エージェントは平和主義者だからね。ちなみにですがミッションを失敗しても死んだ扱いになりません。じゃあ死のうか。ダメみたいですね。ダメみたい。はい。ここの右にいる敵は確定で2パッドを落とします。でも戦う時間がもったいないのでスルー。なんで物資が必要かと言われたら、この先のプロジェクトで寄付するためなんですね。武器以外の V 装備は寄付に回して分解しないから、さっきみたいにアサルかドロップ入手するしかないです。開幕グレで先制布告。ヤマト魂を見せてやる。もう一丁あり。先に言いますが本来ディビジョンはカバーしながら戦うゲームです。こんな感じで突っ込むと普通は死にます。まだ序盤で敵が柔らかいためなんとかなりますが、野良でやるときは気をつけましょう。味方が来るのを待たず勝手に突っ込んで死ぬのは一番の雑魚って。はっきり分かるね。雑魚って当たらないだろ。ダメですよこんなのじゃ。普段はシールドマンでピストルしか使わないから慣れてないの。でも録画している今は TU9 なのでライフルが強い。特にクラシック M1A ライフル。この先の武器ガチャで引けたらラッキーです。今作業終了しました。ここは燃えなくていいです。
早速責任者に会いに行きます。なんでエージェントがわざわざ行かなきゃいけないんだよ。まあいいから早く入れ。寒いだろ。エージェントが皆を世話になっているスキルを解放します。これは何でしょう。ミクサードローンはいつも使っているよな。え、ストライカードローン、アサルトタレット、誰だそんな楽しようとしているエージェントは。ほらもっと大きな声で言ってみな。まあハードコアなので安定を取って回復にしただけですけどね。これが普通のキャラだったらストライカードローンにしています。ってことでとある人に会ってこいと言われました。しばしお散歩タイムです。道中の敵も倒せる分だけ倒します。ああ、なるほど。But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get shaped to work back to the street. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. It's a priority. Most agents are completely cut off. They're not going to last long without support. いきなり当たり引きました。ここでエクターとか出てもいらないからね。Got a hero ready to take her to New York. わ、わ、わ。携帯やエコを入手すると経験値が少しもらえますが、これらの経験値はレベルの上昇と比例してもらえる分が増えます。プロジェクトやサイドミッションもそうです。序盤は比較的レベルが上がりやすいですが、後半になればなるほど上がりにくいです。なのでまた来るであろう道にある携帯やエコーは後で取る予定でいるので今回はスルーです。いらない武器はジャンクと書いてありますが、いつも私は入手したものは一度ジャンクに全部突っ込んで、ショップで確認する方法をとっているので、癖で装備もジャンクに入れている時があります。なんで装備をジャンクにしないのかというと、持ち物がいっぱいになった時すべて分解で減らさないといけないので、プロジェクトに寄付する予定でいる装備も一緒に分解しちゃうわけですね。でも武器の寄付はないので分解するやつと分けているのです。戦闘中に装備確認するのは危険です。だからジュン、わかるだろ。また敵を退治してやったぞ。貴様は強くない。You're coming up in the theater settlement. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. ローリングで距離を少し稼ぎます。また来るので携帯は無視。操作できるとこまできっちり操作。
Wearable device detected. Electronic device detected. さっき入手したライフルにチェンジ。ショットガンは継続。Portable electronic device detected.僕はで高く飛び降りすぎると少しロスします。久しぶりにたくさんの市民軍を見た。おっはー、いや、出たもんだよ。フレッシュ来てくれたら心強いのに。結構グローバルイベントでお世話になった人も多いでしょう。俺は攻撃を行う。You're right next to the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. びっくりした。しましょうこれ。ここの3人もどれだけ倒されたか。Once you're inside, find a way to the atrium.今回はキャピトルクリアまでなので基本ミッション中にある携帯は取ります。通る道にあるやつだけですが。ここの毒は DCD 本部と並んで危険地帯です。結構亡くなったエージェント逃走。右にある鍵取り忘れていますが、装備が入手できるだけなので。しょうね。固まっているところに基本グレです。エリートは避けますが、雑魚は驚いて当たるので積極的に投げましょう。ここにずっといるのは不作です。スコープ欲しい？欲しくない。ここで何してるんですか？こうだぞ、ほら見ろ。You went all the way to the top floor. Take the stairs to the right of the elevators and work your way up.この奥にグレを投げると一掃できますが、よく天井に当たるので今回はしません。残り一人になったら撲殺に行きます。ここからの BGM の盛り上がり好き。ディビジョンのカバーゲーですが、このような身を左右に出せる障害物にカバーするのがおすすめです。下からひょっこり反するカバーは露出する部分が大きいのであまり進めません。またそのステージの一番端にカバーするように気をつけましょう。この知識のあるベテランエージェントが他にもいると野良でマッチングした時取り合いになります。まあその時は譲り合いの精神で仲良くしましょうね。
これ以上増援が来ないので突っ込みます。ヤロー・オブ・クレッシャI just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate it. 車線を開けてくれた優しい敵には鉛玉をプレゼントです。ここもシールドマンが上に引っこもって出てこないことがあるので注意。That's what you get, you dumb sons of bitches.膝おばさんがぶっこに着火し一人ジャッパーしています。楽しそうだねー。エレクトロニックデバイス出てくる。暇なのでアピール。興奮します。見ていただいてありがとうございます。エージェントは帰り気持ち。一人だけしか当たりませんがグレをポイします。一応ヘッドショットを意識します。同打ちより多少は早く倒せるからね。にしてもさっきの道中でライフルが出てよかった。適度に倒したら突っ込む。どこへ行き上がったんだ。ワンパン最高やで。うわ、気持ちいい。だいたいここでドローンくんが引っかかります。あっついてきてる。今回は機嫌がいいみたいです。ここもよく引っかかります。おばさん放置で先行します。おばさんはスキルにストライカードローンとエアバーストマインを持っています。特にストドロは相手のタゲを取ってくれるのでなかなか優秀。エアバーストは評判が良くないな。野良でもフレンドでもエアバースト使っている人見たことない。そうですね。スコープないと当たらんのじゃ。突撃ちなみにおばさんは無敵です。もっと突っ込んでほらほら。ストドロがうまいこと聖者を撃ってくれると処理は早いです。ライフルで十分だった。そうそう、タンクについて知らない人がいたらだけど、ブラックタスクのタンクはケツが弱点だからね。ディスカバリーレイドとか行く人は試すといいよ。ノーマルレイドでも一人で処理できるからね。侵略ミッションでも狙えたらぜひ狙いたいポイントだね。
ケツの穴がヒクヒクしてくるし。そうこう言っている間に終わりました。初エアバースト君は帰ってどうぞ。弾補給しようとしたけどまだ足りると思いスルここからは機銃を使って乱暴ごっこをします。素早く倒さないと相手に制圧がかかり顔出さなくなるので避けたいところ。ちょっとこれないよお前。ほっといて扉を破壊しましょう。あ、痛い痛い痛い。終了です。シアターへ移動しおばさんに会います。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。誰か助けて。まさか自分がそういうターゲットにして思われるとは思ってなかったから。あ、おっさ。